霧の深い森の奥に住まうと言われている魔女。その魔女の言い伝えは幾年もの月日を経てもなお語り継がれる。信仰の深いその村では恐れられているわけでもなく、ただ願いを叶えるためにすがり者としての象徴になっていた。誰か助けて。いるはずのない魔女を探して森の奥へ。赤いワイン、こぼしたのは誰？ひび割れた鏡、見つめながら一人、長い髪を解く。窓が開かれた小さな家、そして透き通るような白い肌をした少女。突然の訪問者に驚くこともなく、あらかじめここを訪れることを知っていたかのように、彼女は儚げにどこか嬉しそうにこちらに微笑む。待っていたわ。やっと来てくれたのね。シミが今赤い蝶になる。君の体から今夜赤い蝶が空へと飛び立つよ。触れれば壊れてしまいそうなほどに脆そうな腕が頬を撫でる。だったらこのまま私になればいい。瞳の奥の真意になんて知りもしない。この苦痛から絶望から解放されるのであれば何だってよかった。それがこれからの未来を捨てることになっても。その手で終えたんだね。白い時の中で激しく風打つ窓開けた。誰にも染まらずに自由に。
シーンは願い事の数だけ魔女は存在するのだから。次はあなたの番。願い事は何かしら？これが偽りの希望でも。